ドラドラ野球 TV です。今回はこのシーズンオフ戦力外通告を受けた選手の中から再生が期待できるピッチャー17人を紹介していきます。戦力外を受けるくらいの選手だから期待なんてできないというご意見もあると思いますが、そんなことは誰にも分かりません。今年だけでも広島戦力外のソフトバンク藤井投手の大活躍は野球ファンの語り草になっています。他にもソフトバンク戦力外渡辺投手が阪神で、巨人戦力外の古川投手が日ハムで一軍主力として投手陣を支えました。環境で選手は蘇ることが証明されましたね。それでは今年の戦力外投手たちを見ていきましょう。それでは行ってみよう。レッツラゴー。どやどや。まずは実績十分の先発投手です。まずは DeNA の有吉投手です。キレのある変化球が持ち味の有吉投手は、九州三菱自動車からロッテドラフト5位で入団したプロ6年目、2021年に DeNA に移籍したのですが、一軍では2登板しかできず今回戦力外となりました。ロッテ時代は2017年には53試合にリリーフで、翌年は29試合に先発リリーフで活躍しています。今年は2軍では17試合に登板し6勝を挙げています。まずは2軍のイニングイーター、結果を残して1軍の舞台を期待したいです。続いては日ハムの金子投手です。トヨタからドラフト1位でオリックスに入団したプロ18年目、その実績は言わずもがなのベテランピッチャーです。スリークォーターから繰り出す球種は多彩でコントロールも抜群。そんな金子投手も38歳となり、この度残念ながら構想外となりました。しかし奪三振率四死球率ともにまだまだやれると思わせる数字、その経験を求める球団があってもおかしくありません。ちなみに今年の中日ドラフト1位、中地投手の憧れる投手でもあります。続いては楽天の福井投手です。ベテランならではの投球術が持ち味の福井投手は、早稲田大からドラフト1位で広島に入団したプロ12年目、2019年から楽天に移籍、長年先発で活躍してきましたが、昨年からはリリーフで起用されてきました。昨年は奪三振率9を超える好投が続きましたが、一転今シーズンは被打率3割を大幅に超える不調のため、残念ながら戦力外となりました。ただ2軍では安定したスタッツを残していますので、まだまだやれると期待したい投手ですね。続いては巨人の井上投手です。恵まれた体から投げ込むスプリットが武器の井上投手は、 NTT 東日本からドラフト3位で DeNA に入団したプロ10年目、2021年からは FA で巨人に移籍、巨人移籍後はなかなか機能せず、結局登板は12試合のみで1勝止まり、巨人ファンには完全に期待外れの結果となりました。2軍では安定した成績は残しているため、高額な年俸が抑えられれば獲得を考える球団が出てくるかもしれません。続いては巨人の山口投手です。落差の大きなフォークボールが持ち味の山口投手は、柳ヶ浦校からドラフト1位で DeNA に入団したプロ16年目、2017年 FA で巨人に移籍、 FA 宣言時は中日も参戦しました。2019年には15勝で最多勝のタイトルも獲得した山口投手ですが、2020年のメジャー挑戦後は不調に陥りました。しかし昨年は2勝8敗ながらも防御率 3.56 と優秀な成績を残しています。来年36歳となりますが、最後の一花を咲かせるチャンスはあるのでしょうか。どやどや。次はまだまだやれるリリーフ投手です。続いて DeNA の三上投手です。サイドスローから鋭いスライダーが武器の三上投手は、 JX エネオスからドラフト4位で DeNA 入団したプロ9年目、今年1軍で19試合にリリーフ登板したのですが、被打率が3割近くと期待に応えれず今回戦力外となりました。 DeNA ファンからは、三上投手の戦力外はかなり予想外だと受け止められているようです。実際昨年は40試合に登板、防御率 3.86 と奮闘しブルペン陣を引っ張りました。33歳ですが、まだまだやれると期待してしまいますね。続いてオリックスの海田投手です。キレのあるカットボールが武器の海田投手は、日本生命からドラフト4位でオリックスに入団したプロ11年目、今年は1軍で登板はなく今回戦力外となりました。しかし昨年は16試合登板5ホールド、2019年に至っては55試合登板で22ホールドと活躍した実力派の救援サウスポーです。35歳という年齢がネックになりそうですが、再度の復活を期待したい投手ですね。
続いてはオリックスの澤田投手です。100キロに迫る巨体から繰り出す伸びあるストレートを持つ澤田投手は、立教大からドラフト8位でオリックスに入団したプロ6年目。今年は1軍で登板はなく、2軍でも登板は1試合のみ。というのも澤田投手は今年右肘靭帯の再建手術、いわゆるトミー・ジョン手術を受けているためです。入団以来リリーフでフル回転し、126試合に登板、31ホールドを記録している炎のリリーバー。育成再契約とならず戦力外というのがなぜなのか気になりますが、獲得に動く球団があってもおかしくありませんね。続いては広島の菊池投手です。力強いストレートとフォークのコンビネーションが売りの菊池投手は、時は大高からドラフト4位で楽天に入団したプロ15年目。2019年から広島に移籍しています。今年は1軍で8登板するも、被打率3割超えで結果を残せず、今回戦力外となりました。しかし昨年までの過去3年は58試合、44試合、33試合と救援陣の主力としてブルペンを支えてきた実績があります。プロ15年目、33歳、3球団目の新天地は現れるでしょうか。続いては楽天の渡辺投手です。左のサイドから威力あるストレートを投げ込む渡辺投手は、横浜商科大からドラフト4位で楽天に入団したプロ5年目。2020年オフには育成落ち、そこからサイドスローに転向し、2021年開幕前には支配下復帰。昨年9登板そして13登板で1ホールドと一定の成績を残しましたが、再度戦力外となってしまいました。貴重な左のサイドスロー、26歳、まだその可能性を見てみたい投手です。続いては巨人の櫻井投手です。ダイナミックなピッチングフォームが特徴の櫻井投手は、立命館大からドラフト1位で巨人に入団したプロ7年目。四死球率が表すように、櫻井投手の課題は制球力です。投球フォームの安定化がその答えとなりそうですが、その矯正ができるかのジャッジが獲得の鍵となりそうです。近年はリリーフ起用がメインの櫻井投手ですが、先発でも見てみたいと思いますね。どうや。最後は覚醒期待の若手投手です。続いては広島の山口投手です。キレある速球が武器の山口投手は、熊本工業からドラフト2位で広島に入団したプロ5年目。今年含めこの3年は1軍はなく、今回戦力外となりました。プロ5年で1軍実績は1勝のみですが、まだまだ23歳。高校時代は世代屈指の速球派投手として2位指名された逸材。環境を変えての覚醒に期待したいですね。続いては巨人育成の沼田投手です。旭川大高から育成3位で巨人に入団したプロ4年目。プロ2年目の2020年には支配下登録、しかし2021年オフには再度育成落ちとなっています。ただ2軍では安定した成績を残しており、奪三振率、四死球率ともに優秀。22歳、まだまだ伸びる可能性はあると期待したい投手です。続いてはヤクルトの寺島投手です。履正社からドラフト1位でヤクルトに入団したプロ6年目。高校時代は世代を代表するサウスポーとして期待された寺島投手ですが、プロではなかなか芽を出せず、今回戦力外となりました。しかし2020年にはリリーフとしてキャリアハイの30試合登板を記録。ポテンシャルを期待しての再雇用があるか期待です。もう一度あのうなるようなストレートを見てみたいですね。最後は阪神の小野投手です。富士大からドラフト2位で阪神に入団したプロ6年目。最速157キロのストレートが売りの小野投手ですが、そのスケールを期待した多くのファンや阪神関係者の期待には応えれず、今回戦力外となりました。プロ2年目には23先発7勝と結果を残していますが、入団以来改善できなかったのが制球力です。制球力さえ改善できれば最高の球質を放れる投手なので、夢を見たくなる投手ですよね。今回紹介した投手をジャンル別でまとめていくとこんな感じになります。今年は実績を残したベテラン投手が多いですね。 DeNA 三上投手、オリックス澤田投手、広島菊池投手、巨人櫻井投手などは近年の実績も高いです。また各球団が必要としている貴重な左のリリーフは、楽天の渡辺投手、オリックスの甲斐田投手、ヤクルトの寺島投手あたりになるでしょうか。阪神小野投手などの若手にも期待がかかりますね。まだまだ投手の足らないドラゴンズは、このうちの誰かを採用するでしょうか。皆さんの期待する戦力外投手いましたら、ぜひコメントくださいませ。
ご視聴ありがとうございました。またね。